あと10年以上生きるなら自力で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける3つの問題。人口減少。日本では稼ぎにくくなる。年金問題。制度見直しに着手。年金は老後の暮らしを支える制度ではなくなる。インフレ。貯金や個人年金の価値が激減する。昨日の朝市で。 ネン地形の朝一ですね。40代と50代がピンチ。家計の危機をどう乗り越えるという特集をしていました。平均以上の収入を得ていても、想定外の出費によって家計のピンチに陥ることが少なくないと。しかもこれ、想定外の支出ってね、例えば子供が大学、私立に行くというのが想定外。そういうので、簡単に破産予備軍になってしまうようです。 人並みの生活はもはや高値の花と。これからの日本人には自力で稼ぐスキルが必要です。日本人が簡単に身につけられるのは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリア,アマゾンを使った輸出ビジネスです。 日本人の生活の苦しさは低所得のため。しかし、低所得は輸出ビジネスをやる人には追い風。なぜなら、低所得のおかげで輸出する商品を安く買うことが可能になるからです。オーストラリアの購買力は日本人が想像するよりはるかに大きい。12月26日、ボクシングデー明けのバーゲンの売り上げ。ボクシングデーとは、プレゼントの発行を開ける日ですね。 このバーゲンの売り上げ、1日の売り上げが2000億円。まあ、日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げが1日で上がるということです。まあ、そんな魅力的なオーストラリアアマゾン。そのオーストラリアアマゾンの輸出マニュアルを私が作ったわけ。間違えた。ノウハウやツールを普及させて、日本人セラーの評判を落とすのを避けたい。普通の人が正しい稼ぎ方を理解して実践できるマニュアル。 私は再現性の高いノウハウを教えることに真剣です。初心者が使いやすいマニュアル。稼ぐために必要な情報を分かりやすく解説する使いやすいマニュアルです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出がお一押しです。安く買った商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです。中でもおすすめは、 オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。物価が安い国から物価が高い国に輸出する輸出ビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に多いますが、日本の物価は安いです。一方、オーストラリアの物価は高いです。所得も今の日本人の所得は安いです。一方、オーストラリア人の所得は高いです。 日本人の年収分布で一番多いのは年収200万円以下です。オーストラリアの平均所得、約712万円。普通はトーン働きなので平均世帯年収は1424万円です。しかも、これだけ高所得で貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアの標準デフォルトです。オーストラリア人は、 スイスを抜いて世界一の金持ちになりました。ヤフーチェブクロにもオーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんでしょうという質問があります。ほとんどの家にキャンピングカーがあったり、自転車も高いスポーツ自転車が何台もあったり、趣味が楽器なら楽器もたくさんあったりね、あるいは家にプールがあったり、たまたクルーザーを持ってたりと、そのお金はどこから来るんだって疑問に思っちゃいました。 しかも、この方がね、この疑問に思った人の家ってのは別に、授業がうまくいってる人じゃなくて、単なる教員、学校の先生がね、こういう生活をしてると。なんでオーストラリアってそんなにいい生活ができるんだ。オーストラリアに詳しい方を教えてください。ということなんでね、先ほどお教えしたように、1124万円。これがオーストラリアの平均所得です。日本だったら1124万円って、結構な高級取りです。 ま、オーストラリア人はね、日本人には理解できないぐらい所得が高くて金遣いが荒いです。そんな、オーストラリアに輸出して儲かる商品は、日本にいくらでもあります。例えば、100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。こちらダイソーの商品。ね、くっきり二重まぶたにするアイテープ。ね、100、もちろん100円ショップですから100円ですけど、それが、13倍で売れてます。それから、粘土。 粘土が5倍、あるいは10倍、はたまた3倍と。で今見た粘土これね、色が違うだけで数が違って、なんでその3倍とか10倍とか価格差が大きく出るのかということなんですけど、あんま細かい価格をね、気にせずに買うのがまあ、オーストラリア人のお金の使い方の標準と普通の使い方です。まあ日本もね、 え昔懐かしいバブルの頃は、安いもんだったらそんなお金金額ね、気にしない人多かったしっていう時代があったんですけど、まあ今じゃ遠い昔の夢物語。まあそんな感じですね。まあもとい、ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。一方ね、例えばおもちゃ、ベイブレード。日本で1328円のベイブレード3倍で売れます。 また、オーストラリアアマゾン、まだ始まったばかりなんでね、えー、アマゾンの中で価格差を見るよりも、eBay を調べると、えー、高く売れた商品が見つかりやすいです。で、例えば、炊飯ジャー、ね。31,689円の炊飯ジャーが約2倍の59,507円で売れてる。あるいは別な炊飯ジャー、ね。こちらは15,230円で仕入れたものが2.1倍の32,014円で売れてる。または、ね。 え、またまた違う炊飯ジャー。25,490円で仕入れた炊飯ジャーが2倍の51,986円で売れてると。また、炊飯ジャーばかりだと何なん,なんでね。ヘアアイロン。こちらは2,169円で仕入れたものが2.8倍の6,867円で売れてる。またはソニーのワイヤレスコントローラー。8,500円で仕入れたものが15,122円。コピック。 8,849円で仕入れて14,817円。プラモデルのタミヤの戦艦ミカサ。7,708円で仕入れたものが14,786円。あとはタミヤのプラモデルのパーツ。これなんか1,600円で仕入れたものがなんと5.7倍の9,069円と。どんだけね、えー、高く売れるんだという感じですけど、さらに続きます。セガの家庭用プラミタリウム、ホームスター。 8335円で仕入れて、1.7倍の1 4一万四千4 1 8 1円。また、お菓子。ね、お菓子なんかも高く売れてます。ジャガポックル、5990円で仕入れて、2倍の11789円。また、日本のウイスキーも高く売れてます。ね、サントリーの響き、4320円で仕入れて、2.9倍の12359円と。 まあこのように高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス。オーストラリアのアマゾンはまだ始まったばかり、初心者はライバルのいない今のうちに始めるのがチャンスを逃さないコツです。2018年6月19日、プライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だと、 アマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンです。そのプライムサービスがやっと提供開始されました。2018年9月からシドニー物流センターが稼ぎやすくなります。このマニュアル、わからないことは気楽に聞けば解決するサポートがついてます。だから初心者でも半年で稼ぐスキルが身につきます。 まあ、せ、先にね、アマゾンを始めてる人、ね、どれぐらいの売り上げを上げてるか。まあ、えー、去年の年末に、アメリカアマゾンの売り上げを提出してもらいました。こちら、30日で34,454ドル。ね、約380万円、かける12で年商に直すと、4800万円ぐらいです。22,157ドル。1万539ドル。 7,669ドル、6,828ドルと。このように、例えばこの、今言った中で一番少ない6,828ドルでも、約75万円、十五万円の売り上げですね。これだけ売れてて、約3倍の利益ですから、この一番少ない売り上げの方でも、24万円ぐらい、23、4万円の副収入が得られているという形です。 どうしてこれだけね、成果が合っているのか。私がアマゾン輸出を教えるのに心がけていること。これは簡単なことでも教えると。初心者が自分で調べて間違えた方法を覚えてしまって、稼げなくなるのはお金がもったいない。また、私に聞けば5分で済むのに、自力で何時間も調べるのは時間がもったいない。ということでね、簡単なことでも教えてます。そんなオーストラリアアマゾン輸出マニュアルの内容。 まず、アカウント登録を教えます。もう初心者向けに手取り足取りサポートします。わ、まあ、かりにくい Amazon の説明を読み違えたり勘違いすると、英語が分かってもなかなか登録できなかったりします。登録するのは一度だけなので、時間をかけて自分で調べて登録しても意味はありません。簡単なことでも私に聞いて、サクッと登録を終わらせてください。そして銀行口座開設オーストラリア Amazon の売り上げを受けているのに、 オーストラリアの銀行口座が必要です。しかし、日本では開設できませんので、オーストラリアの銀行口座を提供してくれるサービスを使います。どのサービスがいいのか、登録して何が必要なのか、それもわからなかったら何でも聞いてください。自分で調べる必要はありません。それから無事アカウントができたら今度は扱い商品でね、NG 商品を扱うと、えー ま、NG だけに、え、ダメと。ね、アカウントが危険になったり、仕入れたけど送れなくて、仕入れ代金損しちゃったりします。NG 商品に大きく分けて3種類の商品があります。輸送 NG 商品。これはね、郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出ができない。つまり運べない商品です。オーストラリア NG 商品。これは輸出することは可能ですけど、オーストラリアで税関を通らない。 あるいは、オーストラリア国内で販売できない、オーストラリア国内事情による NG 商品です。それと、AmazonNG 商品。輸送やオーストラリア国内での販売も問題ないが、Amazon が販売を禁止している商品と。さらに、これら NG 商品は、今まで問題なかったのが、いつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのが、いつの間にか OK になる商品もあります。 私のもとには、これらの情報が集まりますので、変化があり次第、会員の皆様にお知らせしています。それから、販売した後、あるいは販売中にね、購入者からの問い合わせに対する対応が必要になります。これがややこしいことに、日本の常識は世界の非常識。さらに、アマゾンの常識は世界の非常識と。アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための、 対応方法をサポートします。これ、輸出なんで当然英語できますけど、英語ができなくても大丈夫です。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。購入者から来た連絡文をそのままコピペして私に聞いてください。で、私が答えてね、こういう返事をしてくださいと言いますので、それをコピペで貼り付けるだけです。また、購入者ばかりではなく、Amazon からも連絡が来ます。 アマゾンからの問い合わせに対する対応。これまた日本の常識は世界の非常識。アマゾンの常識は世界の非常識と。アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。これも英語ができなくても大丈夫。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。さらに、転売経験者ならではの注意点もあります。 日本アマゾンとの違いと注意点、アメリカアマゾンとの違いと注意点、イベーベッとの違いと注意点というのも考慮の上サポートしています。アマゾンのシステムは早いペースで進化します。マニュアルとは違う画面が出てきたときはお気軽にご質問ください。早いペースで進化してるんでね、この週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメールマガを配信しています。アマゾンでは システム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。それとチャットワーク、回数無制限でチャットワークのサポートをつけています。このようにね、レスポンスよく 22時57分、ね、質問いただいて、23時に返事して、さらに、その返事が23時1分にあって、さらにその返事が23時2分、その返事が2分後の23時4分、その同時刻の23時4分と、ね、もうこれだけレスポンスよくサポートしてますんで、あっという間にね、登録完了というところまでいきます。